こんなに小さかった子供たちがこんなに大きく成長しました。初めの方は手袋全然一人で飲めなかったんだよね。それがこんなにたくましく、みんなでペラ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 。このようにおいで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 声をかけるとね、こうやってね、手袋はまるで人間の言葉を理解したみたいに寄ってくるんですよ。懐っこくてとっても可愛いです。はい、どうぞ。まだ1センチほどだった頃の手袋です。このマッチ棒のような足で一生懸命立ち上がり、そしてもぐ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 。今回は手袋の成長記録、現在まで、はい、ご覧ください。かわいいですね。まだ毛が生えてなくても体全体が黒いんですね。他の子たちはこのように真っ白、キンクマは真っ白で、黒クマの方はこのように皮膚の色も黒いと。大変です。みんなに嫌われました。手袋くん以外はみんな僕にケツ向けるんですよ。全く相手にしてくんなくて、ちょっとこっち向いてよ、こっち向いてよ、ねえ、ほら手袋くん以外みんな向こう向いちゃって、ねえねえ、ちょっとさ、おっとひどくない？ちょっと触っただけじゃんさ、ね、手袋ダメだ、嫌われてんな。